皆さんこんにちは。今回も見ていただいてありがとうございます。今回はですね、横浜アリーナでダイアナさんのイベントがあるので、そのイベントに向けて、通常なんかこう撮影だったりとかイベントだったりとか、その前に何をやっているのかという、イクミンがこう露出するときにやるルーティンみたいなのを紹介していきたいなと思います。これからですね、毎回私が撮影とかイベントの前に必ず行く場所があります。はい、美容針です。針行ったことある？針2回ぐらいある。いいよね、むくみがね本当にねなくなる子なので。リフトアップもそうだけど、これ私は本当に顔がねむくんでるの、いつも。だからもうこのお顔をシュッとするために今から美容針に行きます。ついてきてください。はーい、行こう。ありがとうございました。携帯もう分かんなっちゃった。やっぱみんなさ追われてるよね、何かに。時間ね、時間に追われてるよ本当にさ。何かをさお腹に入れたいのにさ、そんな暇もない。ちょっと小走り、はいはい、小走りですね。もう予想遅れ許されない。菊池さん、ゴッドハンドなんだけど、人気すぎて予約が取れないの。なるほど。なんだけど、私が予約すると絶対にキャンセルが出て、私が絶対一度お断りするんですね。変わらずですよ。でも、菊池さんに言われてまたちゃんとなんか、こうやってストレッチとかして、肩がゴリゴリだったので、ちょっとまた首が張ってきてますよね、この辺が、ね。痛い痛い。そうね。本当にちょっと目が疲れてますね。いやもう本当に今日朝からなんか鬼のように走り回って、今本当に走りながらここに来たんです。お願いします。はい、じゃもうちょっと下で枕を。頭だいぶ出てたけど。ちょっと首がね。首痛いとか言ってた。全身なんだね。今は何のツボを？今はね、自律神経を整えるツボと、はい、あと胃腸がちょっと乱れてたので、胃腸のツボ。あとね、ちょっと冷えむくみがあったので、それを整えるツボです。はい、なるほどですか。結構刺さってる？うん、結構刺さってる。見たことないんだよね、こう。でもやっぱね、キューってくるよ。あ、やっぱりズーンってなる？たまに。うん、でもこうやってもう刺されたら別に、一瞬だけね、そういう風に感じる。そうね、入ってくる時だよね。本当に針あるとね、顔のむくみが取れるから、すごい好き。結構速攻性あるよね。あと結構すぐシュッとする感じがするよね。細いんですよね。細いですね。だいぶ髪の毛と同じぐらいの細さでいきますので。わあ、来ましたね。目の疲れがすごいんですよ。目から針が出てくるかと思って。目が疲れてますね。なんかキュンキュンきますね、ここは。じゃあちょっと電気ね、先に流しますね。はい、いい感じです。おけつが出るって。おけつね、それ聞いた時ちょっと怖と思っちゃった。黒い血が出るんだよね、おけつ。私おけつ出てる？今出てる。大丈夫です。あの針してる時は出ないですか？ふしゃーってなってない？吹き出してないです、大丈夫。よかった。どうですか、痛みは？痛みはね、ないんじゃなくて程よい痛みっていうの、なんていうんだろう、気持ちいい。やっぱり電気は一緒に流した方がいいんですか、これは？そうですね、特にお顔とかは上げたい筋肉を元の位置に引き上げていくので、顔の美容針は何一番あれですか、効きますか？リフトアップ、ほうれい線、肌質改善、シワ、シミだけはちょっとね、やっぱりレーザーとかの方がいいと思いますね。私はむくみがすごい効くと思う。そうね、むくみはもうすぐ取れますね。やっぱその美容液の導入とかも良くなるからってこと、ね、化粧品の効果が上がる3日間に美容液を入れてあげると、やっぱり材料が入るので、さらに拍車がかかっていくんですね。ここからじゃあ入れますよ。顔の筋肉ちょっと動かしますので、刺激来たら教えてください。来ましたね。で反対側。動いてる。動いてますね。今は何をされてるんですか？今ね、インディバで体のね、深部をね、ほぐしてます。そう、これでね、肩のゴリゴリをね、取りたいところなんだけど、なかなかね、根強いですね。根強いの。頑固なわけですね。僕がね、ここですよね、硬いのね。痛い、それが。結
構ゴリゴリやられてますね。痛い。もうね、美しくなるためには何でしょう、このデクシデクシくる感じは。デクシデクシ。だってあのちっちゃいパソコンですごい何時間もやるじゃない。そりゃあの首きますわ。下向きすぎですよ、これね。そっか、下向いてると筋肉使ってさ頭支えてますね。だからこの後ろの方が張っちゃってるんですよ。新幹線とか何時間もやるじゃない作業。だって飛行機に乗りたくない理由は仕事ができなくなるからだもん。電波がなくなる空間に行きたくない。結構仕事がはかどるんですよ。自律神経がね乱れてるとやっぱり。もう毎回自律神経乱れてるって言われて。そうですね。戦闘モードすぎるんですよ。なんかお医者さんに一回、久美さんはアドレナリンで動いてるようなもんだからねって言ったんですよ。健康診断の結果を見て言われたことあるんです。よくこの結果でそんだけ動けるねって、アドレナリンでしか動いてないよって言われて。お疲れ様でした。どう流れましたか。流れました。もう最高です。なんかこう毒素が出た感じ。思いました。ツヤ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 でございます。いやー整いました。お疲れ様でした。ではありがとうございました。ありがとうございました。すっきりです。よかったです。はい、じゃあまた連絡します。はい、お待ちしてます。失礼します。じゃあ次行きましょうか。どこですか、定食屋は。ちょっと待って。え、見て見て、絶対にね、うん、私はむくみと戦ってるのよ。はい、で何を飲むかって、これ我々飲むとむくみが本当に取れる。本当？そう、だからもう絶対、うん、イベントとかの2日前ぐらいから飲み始める。やっぱクエン酸って多分むくみを取るんだろうね。これむくみ用のもあるのよ。うん、そう、それ知ってる、だけどそのクエン酸がいい。だからむくみ用かこういう強めのものを。疲労軽減、うん、どう？ほっそりね、あ、なった気がする。飲みます。はい、イベントまでに。皆さん、そしてイベント当日の朝は、私こういうものを飲んでおります。むくみパック。まあね、むくみをね取ってくれるこのサプリメントなんですけれども、まあ、撮影とかイベントの前にはなんかこれを、まあ、日頃飲むとねちょっとあれなので、そういう大事な日とかこうシュッとさせたい日はこれをね飲んでいきます。もうねイベント当日なので結構もうメイクも今日はバッチリ仕上げております。ということで、日頃私が、まあ、撮影とかイベントの前にやるビューティールーティーンでした。これがね、楽しかったよとか、ためになったよとかいう方がいらっしゃれば、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイ。